フロントサイドテールスライドのパーツをします。凌介です。よろしくお願いします。まずアプローチの角度はちょっと斜めからで、でフロント180でこうかかとで入れ込んであげる感じになります。で滑らすコツはかかと重心でちょっと板を自分の前に見るイメージで膝を曲げてやると結構滑りやすくなります。あとワックスも大事です。でアウトは、体閉じてたら結構メインアウトで、開いていったらフェイキーアウトになるので、まあ、感覚がいい方をやればいいと思います。で練習方法は僕は多分これより半分ぐらいの高さのカーブにこう正面から入ってフロント180で入れるっていう練習と、とランプとかバンクで滑らす練習をして結構感触良くなった感じです。